腰の動きを出す体操を行っていきます。タオルを使って行います。バスタオルなどを畳んで丸め、10センチほどの厚みを作りましょう。まず仰向けの状態で横になり、両膝を90度に曲げて立てます。お尻を持ち上げ、丸めたタオルを仙骨の下に敷きます。最初に腰のひねりの動きを出していきます。両膝を左右にゆっくり倒します。5往復ほど行いましょう。30秒時間を取りますので始めてください。はじめは大きく動かさず、小さな動きから気持ちよい程度に動かしていってください。あと20秒。反動をつけず、ゆっくり動かしていきます。あと10秒。腰骨が一つ一つ動いていくようなイメージで行います。3、2、1、終了。次に腰の前後の動きを出していきます。腰の下にある隙間をなくすようにゆっくり腰を丸めていきます。腰が丸まり、タオルの上にある隙間を狭めることができたらゆっくり戻します。5回ほど行いましょう。力まずリラックスしながら行いましょう。あと20秒。頭の上の方から背骨を一つ一つ床につけていくようなイメージで腰を丸めていきます。あと10秒。戻す時も足の方から背骨を一つ一つ浮かしていくようなイメージです。3、2、1、終了。最後に腰の横の動きを出していきます。かかとは床から動かさないように、膝を左右交互に上下に動かしていきます。5往復ほど行います。実際に両膝はくっつけませんが、両膝をすり合わせるように動かしていきます。あと20秒。反動をつけないようにゆっくり行いましょう。あと10秒。左右動かしにくい方がないか確認しながら行ってください。3、2、1、終了。はい、これで終了です。タオルを外し、床にお尻がつく感覚を確認してみてください。床にお尻が沈み込むような感覚になったのではないでしょうか。これはほぐれている証拠です。痛みがない範囲で続けてみてください。続けていくと滑らかに動くようになっていきます。この体操の詳しい注意点などについては上の説明編動画をご覧ください。